大丈夫？なんだろうな。大丈夫、ちょっと閉じ込めといた方がいいんじゃない？これ。あ、閉じ込めた方がいいかな。あれ？あれ？あ、なんだこれは。すごい。詰まってるね。あ、ちょ、待って、あれ。待って、あ、びっくりした、ちょっと。よん、パイナポー！みなさん、どうも。こんにちは。あちし、実は得意な料理、ローストビーフなんだよね。みんなに黙ってたけど。あ、何が、何が思ってるんですか。密告せざるを得ないね。裁かれてないこといっぱいあるからな、泥棒建設。うーん、皆さんも悪いことすると罰は当たるんや。いて、お気に使っちゃった。来てる？おー、痛い。自分食らわないのこれ、大丈夫？やばい、痛い。死んどるやないか。ピン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 、豆電球1個使って回路で豆電球が揺れ明るくなるのは電池をどう並べたとき、猛烈。あれ猛烈じゃん、絶対。ヨピーヨピー、ベイちゃんが立ってるよ。立ってます。何これ。妻に今夜の CQC をしてます。うわー、出た瞬間終わったわ。ケーキは緑進めない。風強すぎてお亡くなり。テキテキテキにオールバック。ピッパパ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 パピッ。なあバカアホカメ、一人でも理解してくれる人がいるっていいな。ペットボトル落としてしまった。すいません。お、やべ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 。It's over! Wait! It's not over yet! やったっていいじゃん。ウィー。配信にゲストをさせて、ゲスト出演させていただきたい。やばはじめ番長が、下にはじめ番長が宿ってる。やったっていいじゃん。ウィー。なんかその、トドロキさんはね、赤タンかもしれないよ。トドロキさん赤タンかもしれない。でも、ござるは赤タンじゃない。ほら、今すぐ寝るでござる。今寝るでござるよ。早く寝るでござる。すぐ寝るでござる。今すぐに、早く、寝ます。おらー、見極めろ、あいつを。え、ちょ、そのふうなのはね、いいね、そうか。No, wait! No, wait! Why would you turn around when you hear that? 今後のカラハジについて、ミーティングにまにょ、アジェンダ開けといてくださいね。アジェンダ？アジェンダ。え？なんか、わかんない。議題みたいな感じ。あ、難しい言葉使うね。本当にあず横文字で解けば、なんかビジネスっぽくなるかな。何？あー、なるほど、うん、でもそういう言葉使う人ほど仕事できないってどっかで見たことあるけど、うん、あーちょっとこういうのはまずいですね。はい、この手愛してる。あー愛してる、愛してる、愛してる。わー、ナイスゴール。おかえりなさい、ただいま。お風呂にする？ご飯にする？それとも芋虫にする？コロさん RTA コロ
ロさんがうちに来るまで何分かかるのか。チチチチチチ。トロトロロンロンロンロロロンロン。ドン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 。待って待って、みんななんで僕についてきてくれない。待ってよみんな。おいで、お待たせ。わー、お待たせしました。コロさんありがとう。いや、ごめん、本当に調べてなくて。いやもうこちらこそだよ、本当申し訳ねえ、マジで今日も来てもらっちゃいました。大丈夫大丈夫。じゃあ暑いよね、ちょ冷房下げるわ。すいません、遊びますか。遊びますか。あーあーバカー。さよなら、さよなら、はぐれメタル。多分初恋だった。見て、ララ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 ラ。あ、ヤホーさん、マリンです。あの一個気になってるんですけど、うん、あ、すいませんけど、なんかペコラちゃんとマリンの顔の大きさちょっと違いすぎませんか。違わないけど。違わないよ。すいませんけど、なんかまるでマリンの顔、同じ。もしもーし。あ、もしもーし。お誕生日、お誕生日じゃない。違った。100万人おめでとうございます、チョコ先生。やっぱな、うん、アウター、そういうのがいいよ、そういうのが。どういうこと？なんかそのちょっとかわいそうな感じがいいよ。お前ら普段あんなネタバレコメントすんのにびっくりするぐらいコメント流さんやん。私にはわかる、これ絶対やべえやつ。待って、今何にも伝わんなかった。誰かった。トマトマの皆さん、すいません、通訳をお願いします。トーナーその上に、とほら、スマトモはそれでいいよって、これ伝わってるんだから。さすがすぎる。いつもスバルのパワープレイ見てるから。声らしいんが感じて腐って打ってる。でも書きないからまだかな。そうだね、とりあえずババアだよ。やっぱり過去一びっくりする日、今回はいい声出たね。